はい、おはようございます。エナジー福田です。やってきました。普段とは違うところまで、春のポイントと言われるとこまでやってきたんですけど、人が少なくて大丈夫なのかなと。水中的にはそんなにダメっぽい感じはないですね。なんで人いないんやろ、不安。でもやってみましょうか。あ、ボート入ってきてる人いますね。いいんかも。うわー、どうしよう。広範囲探る系ですよね。で、まあちょっとわかんないんで、とりあえずね、反応良かった、ステルス今、とりあえず無難な足元ですよね。元気なやついたら食ってくれるでしょう。それかあれですね、水中の地形変化狙わないといけないかもしれない。あんまり僕が得意じゃないやつ。とりあえず得意なんかな。こう目に見える障害物狙う方が好きなんでね、見えるとこ打っていきましょう。あ、もうここ浅いっすね。岸際狙おうかってしたけど、もうその辺まで浅い。この辺までボトムが見えてる。はい、ちょっとスピニング持ってきました。やっぱ地形狙わないといけないっぽいんで、まあ、さっき見えたそっからブレイクが始まってるっぽいんですよね。なのでブレイクと深いところの間を沖でスイムベイトはでかい。バスからすると食いづらいはずなんで、まあホバストとかでもいいんですけど、一回これにしてみましょうか。スーパースレッジでですよ。今回もマッキー、はい、マッキーを使ってハルチューンやっていきます。よし、はい、ルアーこんな感じ。とりあえず、まあ、多分この辺りのちょっとライン水につけて、この辺りにあるであろうブレイクで、そのブレイク付近にサスペンドしてるバスを狙ってみます。反射でちょっと浮かせることできるんじゃないかなって。先行深度が1メートルぐらいでボトムにつかないってことは 1.5 か2メートルぐらいありそうですね。パンパンパンってするのをボトムから見て、餌が来たって、多少やったら上まで上がってきて食ってくれるはず。ブーンって当たった気がした。パスかな。真ん中差し掛かる、この辺で。違うか。はい、草の中狙いたいんで、スイムベイトじゃちょっとフックがかかってうまく通せないんで、今日はちゃんと持ってきました。昨日忘れたんでね。一旦ステルススイマーを、いや、予備持ってきたけど使うことなさそう。持ってきたのはこれです、ブルーザー。昔のルアー縛りの時に買ったやつですね。使わないともったいないっていうことで、まあ、ちょうどね春なんでこのレッド効くんじゃないかなっていう。ここで使っとかんと残りいつ使おうかっていう、他の使うタイミングがあんま分かんないんで。あれ、フックがない。まさか50が欲しい。あれ、マジでフック忘れてない。ちょっと待って、やばい。なんで、ちょっとこれは仕方ない、他のルアーから使いましょう。うわ、沈み虫のスカッパの他のカラー侵食する力強すぎますよね。結構一斉のスカッパ飲んで
色移りするからちょっと嫌になってきた。ワーム自体は好きなんですけどね、色移りが激しい気がする。あ、でもこいつもかな、赤色やから結構移っちゃいそう。よし、これであの草の中に隠れてるやつを狙えると。結構ね泳ぎ良かったはず。わ、水中入ると苦労っすね。あ、結構ゆっくりでも負けるからちょうどいいかも。あの針先は隠してないですね。ちょっとでもフッキング率上げたいんで、針先はすぐフッキングするように出してます。薄皮がけしてないですね。ステルス今のトリプルフックと比べてフッキング率だいぶ落ちちゃうんで、少しでもフッキング率アップさせるための、あ、いいっすね。ステルススイーマーと一緒ぐらいゆっくり負けるかも。いいぞいいぞ。これ全然ステルススイーマーできないやつで出てくれればいいんすけどね。持ってきてよかったってなるんですけど、こういうねキワキワとか多分同じ魚が食うはずなんですけど出ないな。ダメかも。足元にバスいた、引っかかって、結構いいサイズいた。この草の下にいましたね。あ、まだいるまだいる。わってわって生えてる草のあっち側、取りたい。これ取れるかな。サイコロラバーと予備のホバスト持ってきました。絡んでる。多分サイコロでいけると思うんですけど、ダメやった時ホバストやってみようかなっていう。あとはバスに見切られないようにうまいことですよね。久々なんでうまくいけるかも。あの木の下になんかいるっぽい気がするんで一旦落とします。木の手前側で今サイコロラバーを沈めてます。見えなくなるな。目立つ色の方がいいな。なんかバスっぽいのいるんですよね、木の下に。バスか、わかんねえな。引っ掛けないようにまっすぐ落としたいけど難しい。視認性上げた方がいいかな。もうある程度沈んだら全然見えない。魚っすね、やっぱ出てきた。見切られた。足元にいる。さっきのやつかな。ちょっと今動いたら気づかれそうだから動けない。ちょっと見に来てたけど今 U ターンしてる。ミドストじゃないのか。見つけてなんか食わせる。技使うしかないかも。技持ってないけど。うわ、ずっと後ずさりしてった。なんやろ。はい、というわけでこの場所でですね、いつもステルススイマーこっちですね、まあ、前回これ使ってたんですけど、イービルシャットめっちゃいい。カメレオンカラー、カメレオンかな。シグナルがカメレオンカラーで、イービルシャット何カラーなんやろ。ちょっと視聴者さん、安川さんにいただいたんで使ってみようかなと思います。レッドスローで使いやすいルアーやったはず。レッドスローで泳ぐのかな。ちょっと波あるせいかな、分かりづらいな。足元でやってみましょうか。
こんなもんで、まあ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 、あ、このスピードは泳がんくなる。 iTunes いるんかな。確かに沈むスピードはそんな速くはない。フロロやからかな、テールが曲がっちゃってるんかな、まあ、こんなもんかな。ステルススイマーノーシンカーチューンと、まあ、似たぐらいのスピードかな今んとこ。 あ、そっか、沈むスピードが遅いから投げてすぐ巻くと水面直下。なるほどね。ちょっとこれで遊んでみようかなと思います。果たしてステルススイマーより釣れるんでしょうか。あの障害物際を通すと、ちょっと沈めた方がいいかな。ついてるとしたらああいうとこか、足元なんすよね。ここでは反応なかったんで、まあ、次の場所投げていきます。影映っちゃった。影を水面に落としたのは失敗でんかな。いや、ちょっと早いな巻きスピード。ナイロン使わないといけないかな。テールのテロテロ感がそんな出ない。あんまゆっくりすぎると止まっちゃうけど、なんかあれかな、テールが曲がってたりするのかな。え、フロロやったら合わんのかな、今ぐらいのデッドスローで言うと。え、曲がってるわけでもないよねテールがね。あとこれね、ワームなのか素材が分かんないんで、専用に一つケース買ってきました。ステルススイマーかな。ちょっと投げ比べてみましょうか。それで分かりそうっすね。多分投げてすぐ巻くとこっちはちょっと潜るんすよね。でもあっちは水面直下で引いてこれるんで、うん、これはこんくらいですね。でこのスピードでもテールがちゃんと泳いでる感じですね。はい、ちょっともうちょい暖かくなってからデッドスローじゃないシーズンに使いましょうかね。ゆっくり巻きかな、どっちかというと僕の使う感じでは。はい、ということで、今日もやっていきたいと思います。午前中めちゃくちゃ寒くて0度近くなってたんで、まあ、朝一はきついかなということでお昼からやっていきます。でいつもやってる場所、なんか魚っ気がないんでちょっとだけ移動して最近来てなかったとこやってみようかなと思います。久々すぎてどうなのか分かんないですけど、とりあえずステルススイマーでサーチしていく、入ってきてるのかチェックするっていう感じでやっていこうかなと思います。魚が確認できる、あ、魚が確認できればね攻め方も分かるかなと。最近行ってるとこ全然魚が入ってない気がするんですよね。場所選択ミスってるんで、ちょっとこうささっと効率よく巻いていきたいと思います。こういうとこめっちゃいいっすね、投げやすいし濁り入ってるしめっちゃいいはず。こういうとこで一旦ステイしてるバスがいないかな。ちょっとだけ濁りが強い気がするな。魚が見えたらいいんですけどね、昼過ぎになってるんでだんだん水温上昇して、パスがシャローに刺してくると思うんですけどね、上がってくる。それ狙いのお昼以降ですね。ちょっとこういうなんか段差のとこやるんですけど、ステルス今コンバットクランクにしましょう。そんな濁ってるわけでもないんでプリスポーンダイナマイトが効くでしょう。これをちょっとこう段差になってるんですよね。いい感じにとこ投げてゆっくり巻くと、そしたら沖でもそんな追い込んで食わなきゃいけないようなサイズじゃないんで、
バスたちも目の前に来たら食いやすいかもかも、どうなんでしょうか。あとスイムベイトよりちょっと早く負けるんで、キラン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 、いいっすねいいっすね。何、なんかのトラップ、なんか出るんかな、イノシシ、怖っ。イノシシ来たら横に逃げないといけないんやったっけ。まっすぐ突進力が速すぎるから真横に、あの闘牛の椅子みたいな感じで逃げればかわせるって。でも一回かわしたところで2発目来たら終わりそうねこっちの体力が終わりそう。イノシシも体力ないんかな。僕の体力の方が絶対ない気がする。こんな水際で食べてるんかな。ちょっとこっちで投げさせてもらって。あそこいそうですよね。一番ごちゃごちゃしてる。でもここにいなかったら入ってきてないって思っていいんかな。もう多分お昼過ぎでいい感じに水温も上がって浮いてきてるから、こういうの食って良さそうなんですけど。で次はここですね。有名なポイントですけど、結構草刈ってあって岸際が今までバスからすると守られてたんですけど、それがなくなってるんで岸から離れてるんじゃないかなってところと、少しね濁ってるんで、イボーク、ちょっとでもうるさいやつで引っかからんかなっていうところでイボークですね。岸際やっていきます。当たった、乗らんかった、何やったんや、体当たっただけかな。貴重なバイトバイトじゃないかもしれない、多分あの鯉とかの背中に当たった時にブルンって動いた、それだけだと思う。生命感ありましたね。やっとですよ、2時間、1時間ぐらいかな、投げ続けてようやく。バイトでもないけど、まあまあまあいいかな。魚いるってことは、ちょっと今通したコースが、まあ今1往復やったんですけどね、通したコースがダメやった、魚のとこ通ってなかったとするならば、ならもう一回通すといいかもしれないですね。往復で投げれば1回か、さっきの方とか往復で投げればバスの前を通る確率が上がるんじゃないかなと思います。はい、ということで暗くなってきたんで今日終了です。また次回頑張ります。はい、今日もやっていきたいと思います。何日目でしょう、今日は急遽ですね、釣りする予定じゃなかったんですけど、1、2、3、4、大雨さっきまで降ってて風も強かったんですよね。それが急遽止みまして、で適度な濁りと、何ですか、ちょっと慌てて言葉が出てくる、濁りと風が若干残ってるぐらいでめっちゃいい感じに釣れるんじゃないかなっていうことで動画編集を置いてやってきました。ライフジャケットつけまして、濁りはめっちゃいい感じですね。ちょっとここスルーするつもりやったんですけど、ゴミなくていい感じの濁り、
草が結構その風で流れ込んでるんで、草がなくて適度な濁りがあって、まあ、バスがつきやすいんじゃないかなということで、ちょっとここから投げていきたいと思います。いつもの場所ちょっと最初に探ろうかなと思ってたんですけど、直感を信じて入ってきたらここいるんじゃないかなみたいな。ショートキャストで足元についてるバスを探すと。ウィードは引っかかんないんで、まあまあまあ投げやすいですね。いやー、慌てて出てきたんでね、このタイミング、いい感じのタイミングだったらいいですね。釣れ、めちゃくちゃこれで釣れたりしたら春バクとか体験したい。はい、次の場所、早足でなるべくテンポよく、時間がねないんですよね。危ない、時間がないんでサク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 元気なやつだけ狙っていきます。カイツブリはいるんすよね。あの魚、小魚食ってる鳥はいるんで、ベイトはいるはず。あとはバスがいるかどうかで、ちゃんと通せるか、沖に何があるか、最近来てないんで分かんないんで、多分岸際通しとけばまあバスも通るんじゃないかなと。あとは数いっぱい投げて当てていく。風が強いんで残念ながら終了。はい、今日もやっていきたいと思います。結構ねいい感じに濁りが入ってるんで、まあ、バス入ってきたりしてるんじゃないかなと、そう思います。この濁りを今日はいっぱい釣っていきたいなと。でルアーなんですけど、どうしようかな。レイジースイマー使いたいとこなんですけどね、ステルススイマーでいいような気がしてます。レイジー投げたいよな。でも濁り的にはクランクなんですよね。レイジー行ってみましょう。実績よりも釣ってみたい釣りたい欲を優先してみたいと思います。あとね、ラインをずっとフロローマイスター使ってたんですけど、R18 フロローに変えてきました。ちょっといいやつですね。この足元のキワキワとかね、あ、草引っかかる。キレウィードもちらほらやってきてますね。通したいとこに通せない。あんま狙いたいとこでパチャパチャしてしまうとダメなんで、ちょっと遠くめに投げて通すコースを確認して巻いてくると。で、来るんやったらここっすよね。足元弱すぎるかな、出てこないっすね。表層じゃないんかも。引っかかったんで、ちょっとラインを出していけるんかな。あ、ここまでいけそう。ここやったら多分10メートル如意棒でいけるんすよ。あー、ちょっと木がかぶさってるな。上から下ろしてって、で、イボ奥まで届けて、届いた？どっちかのフックにね、かかってくれたら。かかれ。よし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 。引っかかった。スポンジに引っかかったかな。こうなったらフック曲がってくれた方が楽。よし。あとは竿大丈夫。こっちにライン引っ張りすぎて、竿が落ちたらそれはそれで面倒やから、竿を見ながら、よいしょ。はい、ということでイボーク。うわ、いいとこ引っかかってる。メインのラインは切れちゃいましたね。イボーク回収完了。まあちょっとこのフック曲がっちゃいましたけど、前だけいいでしょう。そしてですよ、
そしてもう一個ちょっと見えたんですよね。入れるかな、これ。見えたんですよね、木の根っこにあるルアーが、赤色のルアーが。うわー、いっちゃえ。痛い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 。あれはもしやイボーク、クランクっすね。もう普通にここ釣れそうっすよね。これ木の根っこに引っかかってますね。ライン細かったんかな、この木の根っこで取れなくなるってこと。あ、イボーク2かな、 1.8 か2か。しかもいいからチャート、イボーク2 めちゃくちゃ濁ってるんですよね。でイボークで行きたいとこなんですけど、前回もうちょっとアピール欲しいなということで、イボークに持ってきました。魚が入り出してすぐ、入ってすぐやったらめちゃくちゃ簡単に食うじゃないですか僕でも簡単に釣れるじゃないですか。そういうやつを狙っていきたいなと、そう思っております。何日目かの朝を迎えましたこの冷え込みで活性が落ちてないのを願いたいですね。水の色結構濁ってるから、この前のイボークやってみましょうか。そしてナイロンなんで、前回ちょっと使ったライン切ってなかったんで、先端から2メートルほどをカットします。多分結構ね劣化してるんですよね。なので万が一でかいの釣れて切れてしまったりすることを考えると、事前にね結び直しておくことは大事です。いつ釣れるか分かんないんでね、こういうとこだけはしっかりやっておかないと。なかなか釣れないけど、まあ、釣れないから適当でいいやとしてるとマジで突然ポコッと来て後悔することに。はい、ということで、イボーク、まあ、ショートキャストで軽く探っていきましょうか。ショートキャストで足元ですね、こういう草の下とかに待機してるやつがいないかなと。多分ショートキャストなんで、あ、前回も言ったかな、ショートキャストなんで、あのそこには当たんないと思うんですよね。この程度のスピードやったらもっと遠投すると2メートル潜ってそこの方当たると思うんですけど、入ってないかな。鳥いないんでね、ちょっと不安。鳥入ってたらベイトも入ってきてるなっていうことで期待値上がるんですけどね。ちょっとさらっと行きましょうか。外れた。グググって来てたな。マジか。ちゃんとフッキングすればよかった。このラインですね。このライン通してたらなんかゴミに引っかかったかなって思った。魚でした。スレやったんかな。ようやく魚が見えてきましたよ。あ、なんかイタチがいた。イタチがいたら釣れるのかな。ナイロンでもダメか。スレやったのかな。はい、ちょっと夜ですがなんか釣れそうな気がしたんでやってきました。飛び吉ですね。飛び吉でボトムズル引きしていきたいと思います。釣れるんでしょうか。一応水質的にはこんな感じ。ちょっと少し濁りが入ってて悪が浮いてる感じ釣りをするときはこの赤色ランプでやっていきたいと思います。これをですね岸際に落として沈んでるような、ちょっとチェックします。
沈んでますね。ここライト照らさんでもダメやと思うんですけど、あとはライン出しながらちょっとね10メートル20メートル人いないんで出してテクトロしていきます。ボトムにつけてボトムズル引きですね。はい、はい、ということで今日もやっていきたいと思います。めっちゃ雰囲気良さそうなとこから、いや完全に迷子になってますね。バス迷子、バス釣り迷子。とりあえずできることはいろんなとこに乱眼してって探していく、それだけですね。それしかない。頑張っていきましょう。持ってる。よし。よし。よしよしよし。よし。よしよしよし。いい感じに食ったね。小さいけど。よいしょ。オッケー。長かった。やっと釣れた。波がでかい。やった。沈み虫で、やば、腹筋が危なかった。やったよ。小さいけど。ようやく釣れた。結構いい感じのバスじゃないですか。なんかめっちゃ気持ちいい。地合いかな。地合いやったらちょっと早めに投げたいところ。沈み虫 3.2 だから測る40ぐらい40ない、3、37。はい、僕が数日かけてようやく釣れた37センチです。はい、気持ちよかった。ありがとう。ちょっと寄生虫あるな。よかった。ということでこの動画は一旦終了です。また次回2匹目釣れるまで頑張っていきます。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。